畑たみは、日本の脚本家。東京都出身。最初は、島津元の芸名で俳優として活動し、木下ケ介スケアワー、兄弟、にわか何は言う兄弟などに出演していたが、後に俳優を辞めて、脚本家に転校。俺たちの旅、俺たちの朝、太陽に吠えろ。など1970年代のテレビドラマで、多数のヒット作を手掛けた。 その後もヒット作として、夕日が岡総理大臣、噂の刑事トミーと、松、毎度お騒がせします。アナウンサープッツン物語がある。エロチックコメディア業界ドラマシリーズの開拓者としても、知られる。特に1980年代後半は、民放各局のテレビドラマを連投、掛け持ちするなど、ヒットメーカーとして活躍した。1990年以降は、 吉本新喜劇の脚本、演出にも携わるなど、活動の幅を広げている。その後、キッズオーシリーズをすべて手掛け、同シリーズは、TBS 系の昼ドラ最高視聴率17.6%を記録した。2009年春に、演劇や廊会を結成。年1回の公演を行っている。西暦は、番組参加開始年。 年度超えする場合ありよう、体験時代前後間漫画、マスナガカオル講談社。これ以前に、サブリシンが1931年から1935年の間、島津元の芸名を名乗っていた。ありがとうございます。